イギリスのマンチェスター大学の実験では男性50人に10秒間女性の顔を見せた結果、プルプルの唇には10秒間中7秒も唇に釘付けだったの。でもそうじゃない唇はたったの 2.2 秒。わかる？そう。唇がどれだけ第一印象を左右するか、あなたの頭でもわかったでしょう。あら、失礼しました。私の名前はミセスリップ。ミセスリップ、どうもありがとう。今日はところで一体何をするの？わからないのは先に。そんなこともそれでも女なの。今回は唇のケアの紹介をしていきたいと思います。そんなプルプルのミセスリップでもケアは怠らないのですね。アサギーニョ、あなたグロスって知ってる？プルプルに見せかけるこいつを塗ってるからプルプルに見えるの。アサギーニョが毎日日にち赤リップをコテコテにここに塗るせいで私の唇はもうボロボロなの。いい加減にしてよ。だから私買ってきました。インスタ映えのことも考えてラッシュのリップスクラブを買ってきたの。ミセスリップごめんなさい。わかればいいの。だから早く開けて。オッケー。はい、ではこちら開けてみて。オッケー。めっちゃいい匂いがする。では塗っていきましょう。じゃあまず化粧落としてちょうだい。私の目だけは落とさないでね。オッケー。これお砂糖でできてるからとっても唇に優しいのよ。うん、円を描くように優しくくる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 。オッケー。甘っ。砂糖でできてるから肌触りがすごく柔らかくて気持ちいい。私もとっても気持ちいい。あ、恥ずかしいから早く取って。うわー、なんかすごくふわふわする。すごくプルプルてかふわふわする。ここですぐに保湿するの。わかりました。ミセスリップ最近買ったこのリップトリートメントでリップコートしていきます。うわー、これで世の中の男はみんな私ミセスリップに釘付け。ミセスリップどうもありがとう。いつも赤リップで苦しめてごめんね。わかればいいのよ。はい、これで終了。ギーニョーズのみんなよく聞いて、女子力を上げたければまずリップからやるのよ。ということで、私ミセスリップとアサギーニョがお送りしました。じゃあまた次の動画も見てね。バキュン。ねえみんな、また私の出番を作ってもらえるようにコメントとグッドボタンをしてちょうだいね。チャンネル登録だけはするんだよ。